ちは。こんにちは、さやたかさん、日本シリーズは、今週土曜日18時半プレーボールですけれども、その日は皆さんも朝からテレビの前から離れないでください、朝9時からいよいよです、ワールドシリーズが始まるということで。名称が悪いよな、ワールドシリーズって。いや、その晩お前日本シリーズって。それもワールドシリーズ、シリーズにしちゃえよ。まあ、そうですね、はい、ドジャースとヤンキースと、はい、おいうことで、でもう先発もね、はい、出てますけれども、はい、あ、何か豊さん、はい、あれ、あ、イベントな、はい、なんかあのこっちのイベントもすごいんですけど、そっちなんか豊さんのイベントもあるということで。もうすごいんだよ。どうしました。まあ、トークショーだけどな。トークショーのイベントな、町田でトークショーがあるんだ。17月の11月の今調べております。イベント豊さん町田で、東京の町田でトークショーがあるということで、今日にちをね調べておりますよ。11月の21日、何曜日ですか。木曜日。11月の木曜日21日の、はい、木曜日何時から。まあ、あのここに、うん、あの写真が出るから。あ、今出てますね。今出てます。はいはい、ね、午後6時から。午後6時から、はい、先着800人なんで多分売り切れてるっすよ。先着800人。ちょっともうないかもわかんないけどな。もう申し訳ない。そうか、だからワンチャンちょっとトライしてみるだけ。まあまあ、トライしてみて、はい、で行けたらよかったみたいな感じ。そう、ね、まあお暇な人は、はい、まあ、ぜひ、はい、まあ、安いんでね。あ、 お金はかかるんですね。500円。安っ。安いでしょ。ほいほいほい、ね、まあ楽しくワンコインで豊さんのトークが聞けるということで、はい、ぜひ お時間ある方、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、そしてお時間ある方もない方もやっぱりワールドシリーズ、あの、はい、ね、シリーズだと思うんですけれども、ドジャース対ヤンキース、はい、この夢のドリームマッチがね、実現しました。本当な、はい、なんかもういや、まさかと思ったけどね。本当ですよ、向こう。いやいや、あのね、はい、ドジャースとパドレスが、もうパドレスの方が絶対有利だろうと、うんうん、もう全然ピッチャーの質が違うよと、はい、まあ打線は怖いけども、はい、やっぱピッチャーでしょうということを打ち破ってきたしね。そうでしたね、うん、まあ、ヤンキースも苦労してたけどな、はい、まあ、だけどなんか夢の対決だよな。そうです、まあ、チームのドジャースとヤンキースっていうこともそうですけど、ここにいるジャッジと大谷選手が対戦っていうのも世界一決めるのに、まあ、そりゃそうだな。これもなんかストーリーができてたのかな。いや、だから50本以上のバッターがいるチームで当たるのって初めてなんでしょ、はい、まあ、それを見ただけでも全然違うしな。そうですよね。でも向こうでポスターもなんか作られているようで、スターウォーズってついてるらしいですよ。スターたちの戦いだから。まあまあ、確かに。スターウォーズっていう。いや、それで、はい、あの一席、うん、一番高いところでいくらで売り出されてるか知ってるか。いくら、なん、15万とかですか。で、そんなじゃん、まあ、うん、もうあのソーセージ1本も買えない。ソーセージも買えない。15万。いや、買えない。え、え、何、いくら。900万。やだ。え、900万で売り出されてる席もあるらしい。でも買う人すごくない？すごいですね、うん、でも買う人はいるわけですよ。まあ、いると思うよな。うわ、すごいですね。いや、もうだからそのぐらいもう、まあ、世紀の一戦というか待ちに待ってた。まあまあ、そうだな、っていうことなんですよね。まあ、ヤンキース、はい、まあ、これはもう名門中の名門というかね、はい、まあ、あの MLB を支えてきた球団の一つである、うん、はい、でライバルチームがね、そうです、ドジャースということで、ブルックリンドジャースって、あのヤンキースとの影に隠れてたんだよね、昔ドジャースで。あ、そうなんですね。それでドジャースに移転したんだよ、ロサンゼルス。あ、そうなんだ。で二大巨頭になった。もともとはドジャースもニューヨークだったんですか。へえ、そうなんですね。でやっぱりヤンキースの影にあると、はい、いや、そうじゃいけないと、うん、いうことでロサンゼルスに移転をし、うん、で東と西で横綱ですよ、ね、横綱になった。そうだったんですね。ただ近年はやっぱりドジャースの方が強いというか、でヤンキースがなかなかこうワールドシリーズに行けなくて、松井秀喜さん以来。まあだけど、はい、ドジャースも、うん、ポストシーズンは出てたけど、うん、なかなかワールドシリーズに行けなかったよね、うん、そうかそうか、うん、だからまあ、大谷を補強したり山本を補強したりとかして、うん、まあね、その道を切り開いていったけどもさ、はい、いやだ、もう本当スターが多いわ。多いですね。いやいや、こっちは MVP を取った人間がずらっといて。そうですよね、うん、向こうはタイトルホルダーがずらっといてみたいな。すご
ごいです。本当真のナンバーワンを決めるにふさわしい戦いですよね。まあ、そうだな。でやっぱりなんといってもドジャースはやっぱり1年目の山本由伸投手、2戦目か3戦目に先発予定ですし、で今年から加入してきた大谷選手がいて、日本人が2人もいるっていう。そうだ、松井秀喜はどっちを応援するのかね。いや本当に。そうですね。だって松井、これもなんか映像で出てたんですけど、松井秀喜さんがニューヨークヤンキースの臨時コーチに行った時に教えてたのがジャッジ選手だったらしいんですよ。まだその時は1年目かなんか でその翌年からもう2メートルの身長で活躍していく、教えてた中の一人にジャッジ選手がいてっていう。なので、まあ、日本人は応援しながら、はい、やっぱりヤンキースだよね。まあ大谷選手、ね、うん、まあそうかそうか。まあでもなあ、どうなるんだろう。山本由伸大丈夫かね。いきなりこの大舞台大変だよ。日本でいるときは3年連続日本シリーズ出て、そうそうだ、ほんで海渡ったらワールドシーズン出てみたいな。すごいですね。もう休まる暇がないよね。ですよね、うん、まあでも名誉のことだよな。はい、私 こういう経験ができるなんていうのはね、まあ、それはそうだ。本当に一握りの選手たちだけなのですごいなと思いますし、じゃあやっぱりね、ドジャース、ヤンキース一体どういう風な試合になっていくのかというところで、まあ、ドジャースは、ジャック・フラーティ投手、ヤンキースは、ゲリット・コール投手が、先発。コールはいいよ。コールはいい、うんうん、めちゃくちゃ早いよ球が。はい、うん、まあ、100マイル、うん、もう持ってるし、はい、まあ、変化球もそれなりに。まあ、全体的なピッチャーを言えば、うん、やっぱりヤンキースの方が揃ってるかなっていうような感じがするよね、はい。でまあ、ドジャースはいるにはいても、うん、なんかちょっとヤンキースと比べるとやっぱ投手力って落ちちゃうよな。どうしてもブルペンデーをする日を設けないと、まあ、まあ、ブルペンデーを、はい、ポストシーズンでするぐらいやっぱ苦しいわけよ。そうですよね。だからまあこれも仕方ないけどさ、はい、まあ、打ち勝っていくしかないよね。そうですよね。でも打ち勝てるかどうかだよね。やっぱりピッチャーが弱いし、はい、だけど向こうは強力だからな。そうなんですよね。でこれヤンキースのコール投手は大谷選手がエンゼルス時代に対戦があって、うん、もう三振をバサバサ取ってたの。まあ3打席連続三振かな、はい。まあ、大谷がね 3連続っていうのはもうめったにないことだし。そうですよね。でもその取り方っていうのが本当に組み立てて取ってるんだよね。うん、例えば遅いボールを見せながらズバーンと行ったりだとか、うん、速いボールで押し込んどいて引くとかさ、はい、まあ、いろんな多彩だよねこのピッチャーコーンって、うんうん、コールかコールですよね、うん、いやだから、まあ、ちょっとね、初戦取った方が多分断然有利にはなるとは思うけどね、はい、このピッチャーなかなか打てないと思うよ。うん、でこれヤンキースとドジャースは今年6月に対戦がありまして3試合、この時は2勝1敗でドジャースの方が勝っているんですけれども、うん、この時、ジャッジ選手ホームラン連発していました。一方でドジャースでいうと2人のヘルナンデス選手がホームランを連発してたということで、やっぱりジャッジ選手それからヘルナンデス選手あたりが、まあ、一発、もちろん大谷選手もそうなんですけど、このあたり その一発っていうのはどうですかね。まあ、一発はどこから飛び出すかって分からないチームだよね、うん、ただやっぱり軸となるのはジャッジと大谷で、ね、ただ気温ニューヨークってめちゃくちゃ寒いからさ今。寒いですね、ね、もう寒くなってるから、はい、だからその気候に慣れてるヤンキース、あー、これね、寒いところからあったかいところに行くんだったら別にいいんだ、うん、でこれ帰ってももう慣れてるからいいんだよ、うん、だから気候的にはやっぱドジャースの方が嫌だよな、不利ですよね。あ、やっぱずっとあったかいところでやりながら、はい、急に寒いところでやらされるっていうのは、うん、すごく気象条件的には不利だよな。うん、そうですね。それピッチャーもバッターもっていうことですか。もちろんもちろん、うん、だから慣れっていうのはさすごく大切で、うん、気象が俺は左右するような気がするシリーズかなとは思うけどもね。そういうことか。あとは、まあ、大谷選手とジャッジ選手のどうやっても対決っていうふうにも言われてしまうと思うんですけど、大谷選手はどうでしょう状態的には。いや、悪くはないと思う、うん、悪くはないと思うけど、はい、やっぱ初めての経験だし、うん、まあ、やっぱそれなりの興奮状態で入っていくと思うしね、うん、だからその状態がいいとか悪いとかっていうよりも、うん、やっぱきっかけだな。どこでどうきっかけをつかむかと思うよ、うんうん、ホームランは飛び出しますかね。
それは俺に聞いたって分からん。いやもうほらもう降りてこないかなと思って。いやいやまあまあそうだね、うん、いやだけど例えばフルに7戦やるとしたら、うん、それは何本か打つと思うよ。2本3本は打つと思うよ、うんうんうん、あのやっぱコールはなかなかね、はい、こうコールから打ったらもう量産すると思うけど、はい、最初出番をくじかれるとな、そうです、ね、どうしてもこうな、うん、やりにくさっていうのはあるだろうし、はい、一方でやっぱりライバルと言われているジャッジ選手はホームランっていうのは、ジャッジはね、うん、本当にポストシーズン苦しんだんだよ。うん、最初は入りが悪くてさ、はい、ジャッジが打たないと勝てねえぞみたいなことを言われつつ、うん、調子上げてってきたよね。だから俺このシリーズはジャッジ爆発するんじゃないかなっていうな。これもバイオリズムですね、うん、と思うけどな。おジャッジが爆発して、うん、大谷は平均的な活躍ができるけど、トーンといけるかなっていうのは初戦だよな。初戦うんうん、コールとの対戦で、うん、やっぱ対策は練ってくると思うんだよ、うんうん、でも練ってもベッツとかいるからな後ろにそうなんですよ、ね、それゲッツです。あ、それゲッツか、うんはい、だからそうだな、対策しても歩かせるわけにいかないし。そうなんですよ。いやだからなんていうのかな、やっぱこういろんなね、はい、データを駆使して、うん、やっぱこう抑えに来るよな。そうですよね、まあ、同じくジャッジもそうなんだけどね、うんうんうん、まあだけどなんていうのかな、まあでも50本以上打つ人はさ、はい、そのデータとか云々というよりも、うん、自分の前に相手を引き込んでくるか来れるか、はい、もうそこだと思うんだよな、うんうん、だから、まあ、そんなに心配はしなくてもいいと思うよな、うんうんうん。あとはそのヤンキースのそのアーロン・ブーン監督がワールドシリーズで大谷投手が登板した場合もそれに備えるというふうに明言したそうでそれはまずないとは思うけれども、仮に大谷投手が登板サプライズで来たとしても我々はそれに備えるというふうにコメント出したんですよね。いやだからまあそれだけ用意周到にしとくよっていうことだ、うん、もう牽制ですよね。 そうそうそう、それはそのぐらいやっぱり調べ尽くすよっていう、うん、まあ牽制だよね。そうですね、はい。あとは、まあ、2戦目になるのか3戦目になるのか、山本由伸投手、はいはい、まあ、先発となりますけれども、はい、何回ぐらいまで、5回ぐらいまでっていうところなんですかね。あ、もう決めつけないと思うよ。うん、まあ、ある程度の球数っていうのを計算しながら、はい、考えながらだろうけど、うん、やっぱ状態だよね、うんうん、でも由伸はやっぱな少しでも長く投げてくれないと、はい、やっぱブルペンが困るよ。そうですよね、うん、やっぱ大変だよピッチャーはね。そのぐらいやっぱもうピッチャーに困ってるという、うん、いやだから、まあ、最低でも5回ぐらいまではいかないと、うん、6回行ってくれたらいいけどな、うん、ただそのね山本由伸投手が前回投げた時、前々回はちょっと失点してしまって、次のもうここで決まるっていう時にはすごくいいピッチングをして、うん、そうだな、あの山本由伸投手はクライマックスシリーズでも最初の登板ってなかなかあんまり良くなくて、うん、こうまた尻上がりに上がっていくっていうイメージ。それじゃ困るんですけど。それじゃ困る。で今尻上がりに上がっていってるかなっていう。まあまあそうだな、うん、まあまあ、うん、そうだな、まあ、どういう投球ができて、うん、ただ由伸のまっすぐっていうよりもやっぱスプリットカーブだな、ポイントにまっすぐ見せ球、スプリットカーブで勝負だな、うん。まあ、そうなってそのパターンにはまると、はい、なかなか打てないと思うけど、うん、やっぱその変化球がボールになってま、はい、っすぐ勝負に行ったら危ないな。そこだけ要注意っていうことなんですね、うん。まあ、でも山本由伸投手はね、まあ、でもデータとかは言ってるんですよね、もちろんヤンキースに。いやもう言ってるよそりゃそうですよね。もうね最近の野球はデータ戦だから。そうですよね、ーデータ隠せない。もうね絶対隠せないから。確かにそうだな、もう絶対入れないみたいなでもテレビつけて見てるからじゃんって。そうですね。いやね、日本シリーズもね熱い戦い始まりますけれども、もうね海の向こうのメジャーリーグでもすごい戦いが先にまず始まるということで、土曜日は朝から夜までちょっとね離れられないというか野球から。そうだな。はい、ちょっと連日続きますね。大変やな。はい。これなんかまたあれですか、大谷選手がホームランなんかあったら豊さん速報っていうのあげるんですか。すいませんね、私が無茶振りしちゃったもんね。いやいや、まあでもやっぱ嬉しいことだしな。そうですよね、うん、やっぱ皆さんも気になるかも。あとはやっぱこうどういう攻められる方をして、うん、どうかいくぐったかっていうこともね、はい、まあ、含めて、うん、やっぱこう解説ができるといいな。そうですね、はい、こちらも合わせて楽しみにしていてください。はい。